タレントの岡田結実が29日、都内で初エッセイ、ひねくれ坊主、文勇者の発売記念イベントを開催。報道陣の取材に応じた、岡田結実、エッセイ2本ね、嫌われないかとちょっと心配、自身初となるエッセイの上司。2017年から携帯に書き溜めていたメモを元にしたもので、17歳から22歳まで感じた悔しさ、切なさ、悲しみ、喜び、感謝がリアルに綴られている。メモはもともと、いつか小説を出せたらいいと思って2017年からずっと書いていたもの。エッセイのお話をいただいて、小説を出す前に自分がどれだけ作れるのかと思った、と説明。初めてのエッセイ発売に、めちゃくちゃ嬉しかったです、と喜ぶ一方で、書き溜めていたメモは全部出しました。これ出して嫌われないかとちょっと心配、わら、と本音も。それでも、これだけ、丸裸、を出すのはこれまでのお仕事でできていない。初めてのエッセイはそういう本を作りたかった、岡田結実ってこういう人だよね、って伝わる本。自分が読んでいてムズムズする本になりました、わら、と紹介した。バル、岡田結実、裏垢きっかけでエッセイ出版メモを書くきっかけとなったのが、ツイッターの裏アカウント、だったという。中学生になる前、仕事をしていることもあって携帯を買ってもらった。そこでツイッターのアカウントを作って、文章を書く面白さを知った。裏アカウントを作って文章を書いていたら、裏垢を知っている友達から、結実ポエマーじゃん、といじられて、笑。恥ずかしいと思う時期もあったけど、ポエマーを大事にしようと思った。それがきっかけとなって本を出せるようになったので、ある意味奇跡的な始まり、と明かした。メモを書くときはどんなときか、との質問には、うまくできなかった仕事の帰り道とか、お風呂の中とか、ドラマや映画が終わった日とか、好きな人ができたとき、恋しているときとか、日常的に、と回答。特に、幸せじゃないときにメモを書くことが多い。このメモは悔しいとき、くじけているときに筆が進む、という、最近悔しいと思ったことを聞くと、私は自分が満足するために芝居をしているのですが、賞を受賞している方を見ると、ああ、悔しいな、と思う瞬間がある。評価してもらえる芝居をするのも大事だとは思うのですが、賞を取るために芝居をしているわけじゃない。そのもどかしい気持ちを、この間メモに書きました、と女優としての葛藤を打ち明けた。岡田結実、ブラコン、と告白、彼女ができたら審査させてほしいくらい、エッセイに掲載されている写真は、自身が撮影したものがほとんど、写真を撮るのは好きだけど、評価されるものではないと思っていた。こんなにおしゃれにまとまるなんて、と仕上がりに驚き、撮られた写真はどれも日常的なもの。その理由については、芸能の仕事は着飾ることが多いので、着飾らない私生活を撮りたかった。お風呂上がりとか、母が途中でやり残した洗濯物のハンガーとか、飼っているペットの写真とか、わら、とした。裏表紙に採用されているのは実景、岡田龍之介の写真、私、兄が大好きで。もし兄に彼女ができたら審査させてほしいくらい、兄が好き、わら、と、ブラコン、を告白し、お兄ちゃんきっかけで芸能界の仕事を始めたので、私にとっては欠かせない人物。だから、裏表紙にはこの写真を使いたい、と思って携帯から引っ張り出してきた、と話した。この日、岡田がファンと直接触れ合うイベントは、実に6年ぶり、コロナ禍で全然やっていなかった。ファンの方もそうですが、こうして取材していただける記者の皆さんと会うのも久しぶり。正直、緊張している、とドキドキだった。